で、そこで今日のお話はですね、この3つのタイトルでいきます。で、もちろんその手術には部分総弁もしくは全総弁両方でできる手術の方法もありますし、基本的に部分総弁が有利なもの、大体こういう方法によって手術方法が分かれてくるわけになります。ただしこの GBR 骨造成の場合にはこれは全総弁というのが基本原則になります。この場合ペアンの監視で視想底側でまず小体を掴んでしまいます。そうしますとあとはですね、ペアンの監視の上下を切開するだけで菱形の切開デザインができますので、非常に短時間で確実にできる方法ですね。で、次にですね、今度は、まあ基本プラスチックサージェリーの中の基本である遊離しにくい移植ですね。この症例はブラッシングするとここの歯槽粘膜を引っ掛けていつも口内みたいになるので、何かいい方法はないかということで相談を受けました。まあ単純なこと、前提がない、角化歯肉が胸側側にないということで口腔前提拡張の術式に従って受容層を形成して骨膜縫合を吸収性の縫合紙で実施します。 MGJ に切開を入れます。で、歯槽粘膜後進から歯槽粘膜にかけてテンションをかけて骨膜の上の繊維成分だけを連続的に離断切開していくというのはこの全総弁のやり方です。で、その後この部分総弁の断端と骨膜とを縫うのが、これが骨膜縫合、これが受容層を決定するためには非常に重要な方法になります。